はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、本日はというか多分おそらくこの動画のちょっと前ぐらいにもですね、別の山梨の動画が上がってると思うんですけれども、時間を空けまして、本日もですねガジュさんと一緒に吉田のうどん戸川さんというですね、まあ、あのご当地うどんを提供しているお店さんですね、他では味わえないようなね、もう強いうどんをね提供するような、まあ、ご当地うどんがあるんですけれども、そちらの有名店ということで、みんなですねデカ盛りだったりとかチャレンジメニューをいただいているんですが、 4,5 年ぐらいみんな来たりしてると思うんですけど、僕は初ということで、本日はですね、まあちょっとせっかく1回目ですのでチャレンジをしようかと思っております。で、本日はですね、内容といたしまして汁込みで、6キロのデカ盛りなんですけれども、正式にあるチャレンジメニューではないので、とりあえず僕基準として、制限時間は一応40分とさせていただきたいと思います。いや、まあ初めてなんでね、あんまりがっつきすぎずにちゃんと味がわかるようにしっかりと食べながらもですね、もちろんチャレンジではございますので、比較的ガチに挑んでいこうと思います。ということでですね、ただいま本日いただきますメニューが到着いたしました。こちらがですね、戸川さんの特製のうどんということで、プラス、これ見て、ハートの、これにね、で、いなり寿司もいただきました。セットで一応6キロということで。5キロぐらいです。全部で5キロ、はい、よかったー。よかったー。6キロではなくて、5キロになりましたので、制限時間40分から30分、短くしてですね、食べていこうと思います。でガジさんの方もですね、とんでもないよくわからないというか、とんでもない巨大ないなり寿司と、まあ、うどんのねセットをいただいておりますので、ぜひですね気になる方はガジさんの方もご覧ください。いきます。よっ、まずは3、2、1とスタート。はい、押せた。はい、押せました。じゃあいただきます。改め、うわうまそう。とまずそのうどんが気になるけど先にスープだな。本当にねこのねお店が、地下なんだけれども、地下に降りてきた瞬間にねお出汁のめちゃくちゃいい香りがしてたのよ。あ、うまっ、うまっ、オムライスね、うまっ。うわー、ちょっと麺もいっちゃい、ちょふーとふーと、これ見えてるからめっちゃ太い。うまそう。めちゃめちゃ終わりに十分うまい。あー、うまっ。やっぱねこの太さならではのうどんの良さもあるけど、ほうとうっぽいようなこのね小麦のダイレクトの香り伝わる、なんかねほんといい麺っすわ。でもほんとこの吉田のうどんってここ独特ですよね。そうですね、他一じゃ食えないですもんねちょっと絶対食べに来てください皆さん。うん、うまっ。コシとか食感はやっぱねうどんなんだけど、この香りの良さっていうのかな、この表面の溶け具合の香りの良さはね本当に近いような、本当小麦って感じ。やるんだそろそろ怒られますので、食レポはこの辺りでガチで食べますね。これ僕ほぼほぼ吉田のうどんの経験がなかったんですけど、この甘みのあるうどんだから何ていうんですかね、このきんぴらの甘辛い感じがすっごい合うんですね。うめこれ来るの遅すぎたよガジさん
来るのが遅すぎたよ。知るのが遅すぎた。もっと早く知りたかった。うん、うまっ。ちょっと稲荷もいただきましょうか。おうどんと稲荷があると僕絶対頼んじゃうんですけど、うまい。一個交換します。でかいでかいって急に総重量6キロになるって。あ、こっちはすごいピンクだ。あ、うまそう。桜しらし、うまっ。あと今回の僕の動画を見て勘違いされる少子様もいらっしゃると思うんですけど、あの普通の方はこんなに3本とか4本すすれないんで、これ絶対に多分1本ずつしかすすれないんで。うん、30分調子乗ったかも。これね、吉田のうどんでは結構各店ね自家製で作ってるのが多いんですけれども、こちらのもちろん戸川さんでも自家製で作られてまして、だってこのすりだねはゾウくんとかも絶賛してますからね、うん、甘い出汁が染みたスープに合いそうですね。この野菜とかのうまみが染み込んだスープ絶対やら合うよ、この辛いの。甘い。そう、本当にこのね、すりだねっていうのはただの唐辛子とかではなくて、なんていうのかな、この柑橘系とかも入っててこう爽やかなんですよね。その味がめちゃくちゃうまいので、ちょっとぜひ皆様お試しください。もう麺は、もうほぼほぼ8割方食べたっていう感じでございます。うん、でもそれこそね、このすりだねとかも自家製なんで、もちろん販売が、ない、在庫はないというか売り切れてる場合もあるんですけれども、あのお持ち帰りとかでね、販売とかもしてまして、これ買って自宅にさ豚汁とかで入れても絶対うまいですよね。濃厚ラーメンも入れてもいいです。あ、カップ麺ですか。うまっ、入れてマジで。本当に普通の七味とか、あの一味とかじゃなくて、やっぱりねまた別のこの風味が加わってるんで、自宅でねこの辛いものとかアレンジ、まあ一味加えるみたいな感じでこれ入れていただくとかなり料理映えると思いますんで、まあ、気になる方はですねちょっと買っていってください。夏キュウリ刻んで和えるだけでめっちゃいいっすわね。チャレンジチャレンジチャレンジ。この稲荷もね、いただきまして、うまっ。これ、いっちゃいますか。よっ、ちょっとつけて、うまっ、うまっ。なにこれ、おいしい。今その衣だけというか具材の入ってないこのダイレクトなのはいただきましたけど、これ食って思ったんですけど油の臭さゼロですね。デカ盛りのチャレンジとかお腹いっぱいになってくると、これ揚げ物ってきついですけど、結局揚げ油の臭みが全然ないから終盤に食っても重たみたいな全然ない。うまみたいな。これうん、うわ、これ絶対次来ても僕揚げ物トッピングしますね。天ぷらとか絶対トッピングしちゃう。うまっ。やべえ、あ、もう17分だ、やべえ。やべえやべえ。
もっとなんかお話しません？ん？もっとお話ししません？しません。終わってからしましょう。マジでなかなか上質な天ぷら屋さん、高めの天ぷら屋さんぐらい揚げ物に臭みがないです。天かすを毎日やってる。残ったのは残してとかじゃなくて毎日。そんなこと聞いたらごめんね。チャレンジだけど天かす入れよう。これ毎日作りたてなんだって。そう、油の臭みとかその酸化した酸っぱい感じとか一切ない。ちゃんと美味しい天かすさん。うん。うわ、うま。これの天かす丼食いたい。絶対うまくないですか。うん。最後はね、しっかりスープ残して、まあ、一緒にですよ。本日のタイムですね、25分と41秒ということで、無事ですね、30分チャレンジ、クリアできました。で、改めてごちそうさまでした。今日食べてみてですね、やっぱ、仕事柄いろんな飲食店さんに行かせていただいて、もちろん基本的にはどこもね美味しいなと思うんですけれども、美味しいのその先にね好みってあると思うんですよ。で、やっぱり僕でもね、すごく好みなのか、まあ普通に好みなのかっていうのもあると思うんですけれども、ここのね、戸川さんのうどんは、めちゃくちゃ好み。マジで。こう、大食いのみんなも、こう、何回も動画でね、来てる方多いじゃないですか。中にはね、コメント欄の方を見ると、やっぱりこう、仲がいいからとかね、思われてる方もいらっしゃるっぽいんですけれども、これ今日食べて思った。まあもちろんね、大七さん、みんな大好きだと思うんですけれども、それと同等に、この料理も好きなんだと思う。本当に美味しいうどんでございました。まあ、このね、立地に関してはもうすぐ富士山目の前に見える高立地で、まあ、駅も直結の建物なんですよね。ですので、この辺り、富士の方に、観光に来る方はですね、とても来やすい立地となっておりますので、ぜひ気になる方はですね、こちらの戸川さんで、美味しいこの吉田のうどん、食べてみてください。正直結構緩めのうどんが好きな僕としてはもともと増えてなイメージがあったんですが、これちょっと戸川さんのを食べてですね、この吉田のうどん、このうどんに対してのイメージがガラッと変わりました。今日でですね、もうさらに山梨が好きになってしまいましたので、ぜひ皆様もね観光を来てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルも活動を行っております。こちらは概要欄の方から合わせてチェックしてみてください。そしたらこの後は僕はいただいたスイーツのクレープいただきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。いただきます。いや。あとこのクレープ懐かしい、うまい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回の動画ですね、前回に引き続きガジュさんと山梨旅ということで、僕自身ですね、この戸川さんまだ行ったことなかったんですよ。いやさ、大食いの人ってもうみんな行ってるイメージじゃないですか。だからね、お店、その戸川さんのね、オーナーさんとかも大食いの人間、仲間内にね、こう、ラスカルさんまだ来てないんだよね、みたいなお話をしていただくと、やっぱね、みんな、え？まだ来てないんですか？みたいな。もう来たと思ってました、みたいな。みんなね、口を揃えて言うということで、僕もね、なんかみんなのを見てね、行った気にもなってた半分、
やっぱねずっと行きたいなと思っておりました。なのでねもう本当に数年越しに念願かなってこの吉田のうどん戸川さんに伺えたということで、いやまあそういった意味でもこうハードルが上がってたのに、これを食べた瞬間にねそのハードルを余裕で越すぐらいもう本当に好みのうどんでございました。まあ、このね、吉田のうどんに限らずですけれども、山梨県にはね、結構このご当地の、まあ、郷土料理と言われるものがね、多数あるみたいでして、やっぱりね、この山梨県、お水が美味しいですから、基本的にはですね、この麺類だったりとか、こう、お水を使って作るものっていうのかな。そういったものを、まあそういった料理というかね、全般的には美味しいもの多いと思うんですよね。で、僕自身もですね、かなりこのほうとうとかも大好きなんですよ。で、まあちょっとね、夏はあれなんですけれども、秋口になってきたらですね、多分かぼちゃも美味しい時期となってきますし、今後ですね、いろいろと山梨県の方に伺って、京都料理というか名産品でまたデカ盛りだったりとかチャレンジメニューもね、まだまだ行ってないところあると思いますので、今後ですねこの山梨の方、ちょっとずつ通わせていただいて、今までね全然行けてませんでしたから、僕の動画の方ではですね皆様にもっともっとこの山梨県の魅力伝えていければなと思います。まあ、そんな感じかな。ちょっとねいっぱいお話ししちゃったから今日はこの辺りで締めたいと思います。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。